おはようございます。おはようございます。心理テスト。はい、出ました。好評なんかどうかわからないけど。結構まあ、一応好評な当たったり当たらなかったり。はいはいで、はいはい、また沖縄ではこれ大人気。大人気。はいはい、局地的にね。局地的に。はいはい、子供の頃。はい。お子供の頃のあなたが窓の外を見ています、うんうん、一体何を見ているのでしょうか。はは、うん、1番動物や昆虫、はい、通りを行き来する人たち、これ2番、うん、3番青空と雲、うん、4番家が立ち並ぶ、街並み、うん、うわー微妙やな、全体的にみんなみたいな、うん、みんなって贅沢だな、僕人2番かな、はい、私あの2と言いたいのが一番最後の町並み、町並み、あの言うたらね、不動産業みたいなの少年やったから、ね、窓から外を見てんやったら何やろ、人見てるかな、空と雲、空と雲、うん、空と雲すごいんですよ。1番何やった、昆虫か、動物や昆虫ないな、何やろ、僕1番、僕2番、ちょ待ってな、俺は4番、早いもん勝ちみたい、兄さんサバンカ上がってんの、兄さんサバンカ上がってんの、何番見とこかな、サバンカ上がってんの、3番見とこわ、特例5番で女風呂とか、ね、ああそんなんやな、それは覗いてるってあなた異常者ですよ、ね、あなた内穴があります、何を覗いてますかや、それどれから行きましょう、もう上から行ったら上から、またクロイちゃんが1番やね、ちっちゃい字やな、読んで、はい、老眼来てます、順番でいいですね、はい、1番動物や昆虫を選んだあなた、はい、家庭人度、家庭人度、はい、やや低め、低いんかい、はい、動物や昆虫を選んだあなたは、はい、大人になっても社会生活であまり関心が持たない傾向があり、答えあるある、家庭人度はやや低めです、分からへんね、感受性が豊かで、どこか夢見がちなせいか現実を直視することが少ないと言えるでしょう、あんまりせえね、自分では家庭を大切にしようと思ってます、してるわ、私はしてるよ、ちゃんとしてる、自己アピールがうまくいかないのでアピールして周りから誤解をされたり不満を言われたりしてしまうかもしれません、そんな傾向を自覚して相手の気持ちを考える練習をしていきましょう、練習せえ言われてる、これ俺つれやからね、ちょっと当たってへんよね、もうすごい相手の気持ちをこうね、もうおもてなしからホスピタリティの当たってんの、傾向を言うとこだけやん、あとわし傾向関係あるよ、学校の名前や、あと家庭を大切にしようと思ってる、ちゃんとしてるやん、してるな、結構な、ほとんどエプロン姿やエプロン姿、裸エプロンやん、うん、せやで、セクシークイーン、黒江さんが自己アピールが上手くないっていうか、これはアピールしまくってるやん、しまくってるやん、はい、じゃあ続きまして、はいはい、2番、はい、2番、はい、え、2番、あ、2番2番、裸エプロン、この2人ね、はいはいはい、2番通りを行き来する人たちを選んだあなた、はい、家庭人度かなり高めです、高め、イエイイエイイエイ、通りを行き来する人たちを選んだあなたは、うん、端から見ても立派な大人で、うん、家庭人度はかなり高めですと、うん、知性的で、うん、一生懸命うまくやっていこうと努力するので、うん、パートナーや子供からも慕われて大切にされるでしょう、それも当たってるのかそれ、何かの拍子に自分が裏切られたと感じると家庭以外のものや、うんうん、人に気持ちが向いてしまう恐れがあります、ほんでマンモリ書かれとんねん、 それが異性になると浮気に発展するので、そんな傾向、私マンモさん関係ないから、そんな傾向を自覚して家族を悲しませないようにしましょう、そうお前もやない、俺全然当たってんよ、だからこれどっちかってイメージだけだけど、ごく一般的なちゃんとした社会人っていう感じ、まあかなり高めですからね、ちゃんとはしてる、私ちゃんとしてる、ね、うん、トヨさんのとこはまだまあちゃんとしてる、ちゃんとしてるわ、私はしてます、ちゃんとしてるかどうかじゃない、お旗から見ても立派な大人がノーブラで出てきた、まあそれはちょっと分かる、大人やからノーブラで、旗から見ても立派な大人は、ね、夏になったらほんならカップついてるやつ出てくる違うで、貝殻だけで近所うろうろスーパーそれだけだけ、あ、3番、はい、はい、青空と雲を選んだあなた、はい、家庭人度かなり低めと、低い、だって一人やもん、まあまあ、まあ、青空と雲を選んだあなたは、うん、家庭生活のストレスを嫌って逃げ出したいと考える傾向があり、もう走ってますもんね、そやからパチンコ分かりかなり家庭人度は低めですと、束縛されることや面倒なことが嫌いなため、うん、安易な方向に流せることも少なくありません、うん、もし
パートナーが寛大な人だったりしたら自由に振る舞ってしまい、うん、歯止めが効かなくなる恐れがあります。ということは寛大師匠と一緒に住んだらないわけですね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、待ってね、自分を律しきれない弱さを自覚し、はい、良い家庭人となる努力をするか、うん、一生を家庭以外のものに注げるか、よく考えてみてください。まあまあ言うても俺今一人やから多分当たってんやろな。まあまあ当たってね、兄さんのちょっと当たってそう、当たってんやろな。続きを続いていく。僕4番、はい、4番、はい、家が立ち並ぶ街並みを選んだあなた、はい、やや高め、うん、高め、はい、やや高め、はい、家が立ち並ぶ街並みを選んだあなたは、はい、生きているという実感を大切にする人なので。あ、そうそう、どんな時でもよ、はい、やや平行や瞬間ほら生きてんねやろ、よう平行飛んだ。家庭人道はやや高めですと、はいはい、感性が鋭く、そうですね、知的水準も高いと思います。おお、これは IQ7 万ぐらいあるあと、あの記憶力ね世界の大学みんな通るわ、ただ何かと自分のことを優先したがる傾向があり、あ、家庭を持っても好きなことをやり続けることが多いかもしれません。ああ、はいはいはい、ああ、だってる、だってる。パートナー選びの時点で理解のある人を選らなばかりでは苦労する恐れがあります。あ、自分大好き人間だと自覚して周りの人たちの気持ちを考えて行動するようにいたしましょう。これ結構当たってるな、当たってるな。自分大好きやもん、好きやもん、あのベーって言うの大丈夫もんね、自分をね我がの味確かめと。いやいやいや、いや俺さっきあの間違いないけど俺趣味言えなかった、あの昔の空撮の写真見の好きやった。昔のが今の出る、いや、あの変わっていけるやつ見れるやつある、ね、見ていって、あ、前ここ飽きちゃって、あんなこれ結構そういう、同じ視点から見てこんなに街並み変わって定点観測でものが、はいはいはい、あの 時系列変わるみたいな、当たってるの、はいはい、知的水準高いね。俺でもほんまは4枚やってけどな、ほんまはって3番空いとったから3枚かされたけど、まあまあ兄さん答えもそうだ。でも今の3番踊るもんね。でも踊るのも自分大好き人間と思うんですけどね。いや近いね。いやいや、それはそうですよ。もう自分大好きですからね。だから G 行為をやりますから、ね。その G 行為と自分が好きはまた違うわ。あ、自分は何それ気持ちがええことが好きやねん。自己愛じゃないですね。うん、まあ、ここには載ってないですけど、集中力で言えばこのお兄さんがやっぱりすごいなって僕は思うんですよね。あの喋り出したらもうそこしか他のこと忘れてしまう。あの一度ほら、あのテレビもらいに行った時に大阪マラソンの3日後ぐらいね、あ、来てくれましたね、でご飯でも食べに行こうかってファミレスに連れてってもらって、うん、でお昼のランチで僕はハンバーグランチ、うん、お兄さんはほうれん草パスタのセット、うんうん、お兄さんの方が詐欺来たんですよね、うん、で大阪マラソンどうでした、あの足ちょっとね、うん、しんどいだから、うん、どうでしたら最初の一口目をこう思ったまま15分このまま散歩でやるもうね、僕ね突っ込まずにいつまでもってはるかこのまま緑やろうね時計見とったら15分間ずっとこのまま高橋が救急車通る時あるのずっとこのままで刺激されて置いてタバコ吸うってタバコこの状態で5分間でやめとしたもちろんその間に僕の食事はもう終わってしまってからお兄さん一口も食べてないっていうことがその間にもう高田の来て全部食べ終わってるのにまだそのままやった。いや、そうです、そうです。いや、まあ、これまああの部分アインシュタインと近いもんやろ、ね、すごいから、はいはいはい、また偉いとこ持ってきよったから、はい、アインシュタインやって、はい、アインシュタインってあの漫才師のアインシュタインじゃないよな。いや、知らない。え、知らない、稲田、稲田知ってますよ、あのこんなに。ああ、そうだ、はい、なんじゃそうだそんな話ですわ、ちょっとよ、ありがとうございました。